Hey guys! 英会話スクール、イングリッシュパートナーズのアキラです。延期する、英語では、postpone。早速、例文を見ていきます。一緒に練習してみましょう。次のライブどうするの ?What are you gonna do with the next show? 延期することにしたんだ。I decided to postpone it. はい。I decided to postpone it.very good.post は後ろに。 p o ン n e は置くなので、その二つを足して予定されていたことを後ろに置き直すという意味の単語になります。延期する英語では postpone 近頃よく聞く単語だと思います。ぜひ覚えてください。出張英会話レッスンなら English Partners で検索。オンラインレッスンもやってます。